はい、こんにちは。今日臨時放送になるんですけどね、スピーチャル宗教研究家の小泉雄です。こんにちは。ということで申し訳ないです。先週ですね、この時間帯にやりました白山神社のふもとで収録した、ビデオが実は消えてしまったという問題がありまして、でもう一度その放送していた内容の横で撮っていたカメラの映像が残っておりましたので、それを45分間だけなんですが、お送りいたしますので見ていただければと思います。はい、それでは、よろしくお願いします。放送始めます。そちらちょっとおしゃべりお外でしていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、では放送始めます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。おはようございます。朝のスピリチュアルテレビ、本日はですね、石川県金沢、あ、録画開始してなかった、もう一回やります、はい、録画開始、今これ録画開始大丈夫ですね。はい、おはようございます。ちょっともう一回最初から、10 9 8、あ、違う違う、録画もう始まってるから、まあいいや、ちょっとグダグダになりましたけど始めます。おはようございます。朝のスピリチュアルテレビ、本日月曜日は、石川県金沢市、これここはね、白山市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 の、白山のふもとからお送りしております。白い山と書いて白山ですね。日本三大霊山のうちの一つ、富士山と高さはどれぐらい違うんですかね。白山の一番高いところが2702メートルなんで、はいはい、富士山とは1000メートル弱違いますね。そう、富士と争った伝説みたいのを私ちょっとなんかネットで見たんですけど、そんな私的にはそんな高い山だっていうの知らなくて、すごい霊山だっていうのはね、あれなんですけどね、すごいこちらで修行されたお話とか、あと何て言っても白山のくくり姫伝説ですね、はい、ありますので、今日はですね、白山のふもとのおはぎ屋さん、お土産屋さん、一服茶屋、そうですね、一服どころおはぎ屋と、おはぎ屋さんの、はい、ご主人ですね、辻さんに、はい、ゲストに来ていただいております。はい、皆様ちょっと白山を旅した気分にっていうかなっていただけるといいと思います。ここは白山姫神社のすぐ下なんですよね。そうです、表参道の大鳥居前にある一服どころおはぎ屋です、はいはい、おはぎ屋さんですね、はい、先ほどですね、放送前にちょびっと白山姫神社の上までは行かなかったんですけど、参道を歩いてきたんですけど、素晴らしいところですね。そうですね、なんか、今パワースポットっていろいろ言われますけど、はいはい、それ以前に石川県唯一のパワースポットって、唯一なんですか、いっぱいありそうだけどな、言われてた場所なんですよ。だからそのパワースポットって言葉が今みたいに、はい、いろんな使われ方をする前のパワースポット、ね、うんうん、確かに強力なパワースポットで、うん、この参道に入る前あたりからかなりの霊気を感じるんですけど、参道に入ったとかまたさらに濃くなってすごかったですね。山岳信仰のあれで白山もそうなんですけど、うん、川を渡ると黄泉の国に入るっていう、うん、その結界思想があるんで、うん、それのまあ典型的な場所ですね。わかる、結界、ね、ちょうど、参道に入る前に手前に橋があるんですよね。あそこの手前とこっちの空気の密度がまるっきり違うんですよね。まあ、どっちが濃くてどっちが薄いかというと感じ方ですけど、まあ違いますね、明らかに。実はね、それは大学の先生と僕と調べて、はい、どうやって調べたんですか、波動みたいな感じ。いや、実は植物が出す体にっていう、はい、ヒトチトっていう物質の量が多いのと、はいはい、あとまあマイナスイオンはいろいろありますけど、はいはい、まあ、マイナスイオンが豊富だっていうことは調べてありますんで、うん、向こうとこっちでそれが全然違うんだ。違うんです。で、なんかそれ面白いな。橋を渡ると108段の階段を実は切ってあって、うん、境内まで行くと、うん、
それは神仏混合時代の名残なんですけど、はい、で、あそこからがやっぱり蘇り思想の非常に場所なんです、うん、だから本来はここから入らなくちゃいけないんですけど、はい、実は昭和30年代に、今から50年ぐらい前に上に駐車場を作った関係で、皆さん横口から実は参拝してると。で、その蘇り思想が生きてない状況、はい、私それ不思議なんですけど、蘇りっていうと、あの、まあ、蘇るってこともあるけど、うん、読みに帰るのか、読みから帰ってくる、読みから帰る、読みから帰ってくる、うん、で、あの、読みの国にいたいことによって逆にパワーアップするんですかね。そうですね、なんか、あの、実はクリメが登場してくるのは日本書紀で一箇所だけなんです、はい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 、天の岩戸伝説の時に出てくる、はいはいはい、で、その時に実は黄泉の国と、うん、現世とですね、うん、そのちょうど取り持つような形がくくり姫だったっていうことで、うん、縁結びの神と、うん、あのイザナギと日本を作った男性氏のイザナギとイザナミがものすごい壮絶な夫婦喧嘩をしている時に、あの黄泉の国に死んでしまって、出産の際に死んでしまって黄泉の国に帰っていたイザナミをイザナキが迎えに行った時に、イザナミとの約束をイザナギが守りきれなくて、うん、あの、決して黄泉の国から出るまで振り向いちゃいけないよって言った約束を待ちきれずにイザナキが振り向いちゃうと、うん、イザナミが黄泉の国に行った姿で、日本、あの、なんか写し見の目から見るとウジ虫がかかっていて非常に醜い姿だったのに、イザナキが驚いて、あの、追い返すんですよね。それもなんだかなと思いますけど、でも男の人ってそういうとこあるじゃないですか。女の人の本当の姿とか怒ってる姿を見ると、どんなに愛してる好きだって言って追っかけてきてても恐ろしくなって、あの、まあ、おじけづいてしまう。そうですね、で、そういうやり取りは、まあ、現実にどうかは別ですけど、うん、そこでクリメの神は、うん、あの、何を喋ったかは全然出てこない、出てこないですね。ただ耳打ちをしたら諦めて、うん、帰ったという。どっちに耳打ちしたの？イザナキに耳打ちしたの？そうです、音神の方に耳打ちしたっていうことになってますね。で、実は黄泉の国、うん、黄色い泉と書く、うん、普通は黄泉ですよね、うんうん、で、それから黄泉の国から帰るっていう意味で蘇りと。で、実は立山もそうですし、うん、山岳信仰関係のところはみんな水を結界にして、水を結界に、そうです、だから禊ももちろんそうですし、だから例えばガンジス川でこう清める、あれと一緒でですね、やっぱり水で清めて禊をしてから参拝するという昔からの。で、実はその白山姫神社にも禊場はあります、はい、あるんですか？禊で どの辺に、拝殿のですね、うん、横に行くんですけど、うん、あの、1000メートルほど掘るつもりで、うん、実は2100年祭を、はい、6年前にやってるんですけど、はい、その時に、100メートルちょっと掘ったところで白山の伏流水が出てきて、で、それを禊場の滝と、うん、こういうプール状のところで、うん、禊にできるように。あ、じゃあ本当にどなたでも禊をする場所なんだ。そうです。でもお水冷たいんですよね。実はその地下水は白山の伏流水でだいたい14-15度年間。ちょっとほの暖かいですか。そうです。いや、優しい禊。夏は冷たいんですけど、うん、冬場に入ると逆に言うと外気も暖かいんで。禊したい。そう、本当に。禊は実は作法から全部神社の、うん、うん、神職が教えてくれるんですけど、うん、大体1時間ぐらいかかる。あ、そんなにかかるんだ。だからその間失神そうになりながら、うん、新聞記者もこの前入りましたけど、うんうん、取材でかなり厳しい。あ、じゃあちゃんとやらなくちゃいけない。足だけちょっと入りたいってわけにはいかないんだ。白装束でちゃんと浸かるっていう。じゃあちゃんと本気で禊をしたい人はちゃんと あらかじめ予約をして。ただ誰でも大丈夫、予約する。じゃあ私今度お禊しようかな、うん、ぜひ。いろいろ募集してる時もありますんで。滝の下なんですね。そうです。で、山岳信仰はこれもあれなんですけど、滝って実は上からこう落ちてくる、うん、上が黄泉の国なんですよ、うん、で、下が現世で、うんうんうん、
でそれを結ぶのが滝の水だっていうことで、うん、実はあの修験者は滝内修行するんですよね、うん、今でも石川県でいうと、うん、赤道団っていう能登との入り口のところありますけど、そこで7月にやっぱり滝内をやります、うん、で天台宗真言宗観光の、はい、その山岳信仰の修験者は平安時代ぐらいからもう滝打ちはしてる、はい、でその滝打ちと禊もやっぱりつながりがあって、うん、でそのさっきの黄泉の国の蘇り思想の、はい、まあ、元になってるような形ですよね。禊、うんうんうん、っていうのはイザナキがあのイザナミを追いかけて黄泉の国に入って、であの戻る時に禊をするじゃないですか。そうです。でその禊なんですよね。その禊なんですかね、うん、じゃあ女じゃなくて男がした方がいいんじゃないのそれ、まあ、禊って男の人がするものなんですね。まあ、基本的にはあの今でもいろんな神社さんで禊やってますけど、うん、大体男性ですよね。そうだよね、やっぱ男がすべきだとか、うん、男がすべきだとかっていうとまた喧嘩になるんで、うん、あのあれなんですけど、栗姫はやっぱりその男性心と女性心のどうしようもないこうすれ違いっていうかですね、平行線なところを何か一言耳打ちしただけであの調和させて、じゃあ黄泉の国あの陰の世界は女性神イザナミに任せて、陽の世界この生きてる世界はイザナキが治めるっていうことで、こう治まって、しかも あれなのは喧嘩を止めたってだけじゃなくて仲裁したって言われてるんですね。あのだからお互いに許し合ったとか気持ちが収まったっていうこともあって、うん、くくり姫は縁結びの神様としてね言われてるんですよね。なんか神秘的な神様でその一文しか出てこないし、だけど地元ではすごいあの姫様信仰とかですね、白山姫信仰がすごいんですよね。龍に乗ったそうですね、お姫様なんですね。まあ、水の神様龍がやっぱり登場してきたりとか、うん、白い馬っていうのも記述はあるんですけど、白い馬、白い馬に乗って、うん、実はこのすぐ 100m ぐらい離れたところに、はいはい、白山姫神社の一番古い文献には、はい、悪戸ヶ淵っていう、はい、その川のその淵に降りてきたことになってます。だから悪戸ヶ淵っていう川も実際にあるんですか？そこのすぐ 100m ぐらい行ったところですけど、で実はそこがくくり姫信仰って実は沖縄にもありますし、ね、はい、沖縄にもあるの？あるんです。で、あと、まあ、神様だもんね、まあ、東北地方のイタコさんとかあの人たちも結構、うん、東北地方のイタコ？マジで？で実際その悪戸ヶ淵に行くと非常に痺れるとかっていう話はよく聞きます、はい、今日行く？マチュそこ、いやいや、辻さん決めるから、うん、あ、今日行く場所辻さん決めてくれるの？辻さんは全部帰る、うん、だから何でも言ってって、もしあれなら行きます、みんなあのすごいあれなんだってパワースポット、うん、そうそう行きたい、ずっと行きたい。で実はあの白山信仰は、うん、その岐阜の方の長滝白山神社っていう、はいはいはい、そこの方向と、うん、あと福井の方の、はい、勝山っていう、うん、平泉寺白山神社、うん、それとここの加賀一宮の白山姫神社と、うん、三方向から昔から平安時代ぐらいから、うん、その中心だったんですね、うん、で平泉寺に行くと実は池があって、うん、そこにくくり姫がやっぱり降りてきたことになってる、うん、でそういう場所っていうのはその水がやっぱり関係してるね、うんうん、で白山って実は山頂から4本の一級河川をこう流してるんですよ。で岐阜は長良川、うん、で富山は庄川っていう、うん、で石川が手取川、うん、で福井が九頭竜川で、その4本の一級河川が白山から、そう、雪解け水をこう流すんで三熊りの神って出てくるんですよ。水を配る神様、はい、で水を配ってくれるおかげでお米ができたりとか、うん、魚が取れたりとかっていう、うんうん、だから人間の生活のベースを白山の神がちゃんとこう配ってくれてるっていうんで信仰が、でその信仰自体はもしかするともう縄文時代とかその稲作始まるぐらいのところにはこの地元の人間には多分あったんじゃないかと。それはあれですね、あの神様いろんなところに現れるはずですよね。そうですね。だから
まあ、あの今の神社信仰のもっと前の段階 の、うん、そのまあ自然崇拝的なところで、うん、もう白山の神っていうのがやっぱり出てくる。で実は今でも魚取る人たちが、はい、ミニエサイって言いまして、はい、タイとか持ってきて、はい、そのお礼にお祭りをしたりとかっていうのは今でも続いてる。で魚を取れる人たちが何で来るかっていうと、はい、実はあの白山が灯台代わりになって、自分が海に出た時に白山を見るとその2700メートルの白い山を見るとどこにいるか分かる、あの海の上で。で昔はそういう羅針盤とかそういうのがなかった時代でも白山の方向と形を見ると今自分がどこにいるか分かるんで目印になってたっていう。白山って白く見えるの？見えます見えます。ほとんどもう一年中白い。雪、そうです。雪が降って白い。あ、そうなんだ。今も白いですよ。本当、うん、あの富士山みたいに上の方だけじゃなくて結構長い、うん、白いんですか？結構中腹までまだ白いですね。あ、それで白山なの？まあ白い山ですね。あ、そうなんだ。私ちょっと白いの分かんなかったけど。で白い山、下の方から白い山信仰っていうのは、うん、キリマンジロもそうですし、モンブランもそうですし、全部世界の高い山は白い山信仰なんです、うん、だから白山信仰で共通性はある。本当だね、うん、です。でもさ、変な話、神様って、うん、あの現れやすい場所とか見えやすい場所はあるけど、うん、結局あの神出鬼没だもんね。どこに現れてもおかしくないんだもんね。まあ僕は実は何も感じない人間なんで。本当？そうなんです。あの実は考古学をやってて。考古学？逆に言うと実証考古学って言って、うんうん、発掘調査したりとか、うん、物が出てこない限りは語っちゃいけないっていうのが大学の、うんうん、あ、そうなんだ。面白い。でもスピリチュアル研究してる人ってそういう人多いよね。そう、対極に研究して証拠を見つけたいみたいなね、うん、不思議ななんか現象が起こるけどこれは何なんだろうみたいな、うん、それで調べちゃったんだ。あの黄泉の国とのその結界のこっちとこっちの違いを。それはね目に見えないところで科学的に何か根拠があるかどうかっていうことを数字的にやっぱり実証しないと。なんでかっていうと僕そこのすぐ今廃線になりましたけども、はい、その100メートルぐらい行ったところに加賀一の宮駅ってあったんです、はいはい、でそこまでわざわざ空気を吸いに来る人がいるんですよ。あ、でも分かる。参道まで、うん、分かる。で実は参拝には来ない、うん、参拝までは行かない、うん、上までは上がらないんですよ、うん。まあ、10分もかければ境内まで行けますけど、うん、行かなくて橋の渡って、うん、そのちょうど入り口のところで深呼吸して、うん、もう帰る、うん、でなんでそんなことをやってるのか不思議で、うん、で実際今も行ってみても、うん、その外の空気とちょっと違う。違うね、分かった。違いっていうのが何が違うのかをちょっと調べたくて、うん、実はそのマイナス4足的とか、うんうんうん、あとそのピトンチットの、うん、ピトンチットね、あれ要するに森林浴とか、そうそうそう、森林セラピーとか、なぜか体のこうストレスが抜ける、現象のその一つがその植物が発している、そうそうそう、そのピトンチッソだっていうことはもう証明された。だから現象のうちの一つでいくつか証明されている部分なんですよね。そのマイナスイオンを出してたし、うん、ピトンチッドを出しているらしいって、それだけではないと思うんですけど、まあ証明できる現象のうちの一つですね。そうですね。他にさ、例えばさ、五感で感じた場合には、うん、その森林浴の柔らかいね、そのフィトン窒素によって体のプラスイオン、あのプラス電気を帯びている状態っていうのは病気になりやすいんですよ、うん、それがマイナスイオンを帯びてくると調和された陰陽のバランスの取れた病気になりにくい体になるっていうので、うん、そのマイナスイオン、マイナスイオンっていうのが言われていて、うん、マイナスイオンっていうのは湿気の多いところに多く発生したり森林の多いところに発生するんですね、うん、そのフィトン窒素がやっぱり関係すると言われていて、うん、でそれだからこうマイナスイオンを人工的に発生させようとか、マイナスイオンのあるところに行こうとかっていう話になったんだけども、マイナスイオンだけでいいかって、多分他のものもあるって、あそこに行って五感で感じた場合には、うん、あると思うので、皆さんもね実際に直接行って五感で感じてほしいんですけども、で五感と五感以上の第六感っていうのは、うん、その方によって感性が違うんですよ、うん、だから例えば辻さんは何も感じないって言うけど気持ちよくなったりするわけですね。気持ちよくはないんですよ、ここ中に入るのね、うん、もちろん。そうで人によってその感じ方が違って、私みたいにこう
私も別にそんなパワースポット信仰ないんだけど、うん、みんながパワースポットパワースポットって言ってて、人がね、あの磁場が上がるものってなんだろうっていう気持ちが強いんですよね、うん、私も証拠も欲しいし、証拠っていうよりも芸術的に力になるものが欲しいっていうので、うん、パワースポットってどれだけ人の力になるのか、自分がどれだけアップするのか感じようっていう気満々でいくんで、そのセンサーが働くんで、あのパワースポットのどこが力強いかとか、こう力の竜巻みたいなところとか感じ取るんですよ。でもそれは普段の仕事上でも、うん、人の体の力の不均衡っていうのをすごくこう感じながら仕事をしているので、うん、やっぱセンサーが発達するんですね。で人によってそのセンサーの発達の仕方が違うんで、なんか気分がいいなでもいいし、頭が冴えるなでもいいし、空気が澄んでるなでもいいし、あのいい音がするなでもいいと思うんですね、うん、で確かにあの辺りは耳を澄ますと何か聞こえてきそうですよね、うん、ひらめきが降りる方もいると思いますし、逆に意識が不明瞭になって何も考えなくなる方もいると思うんです、うん、思考がいつもわーって来てる人は逆にあそこに行くと、まあ、どうでもいいなって、うん、ただこのいい場所を感じようとか、人それぞれパワースポットで起きる現象は違うと思うんですけど、私はそこですごい感じたのは、もうずっと考えてたんです、くくり姫何を言ったんだろうって、うん、何を言ったんだろうって思ってて、くくり姫ってあの一部の方ではですね、あの名てあのなんか松本零士先生の銀河鉄道3に出てくる千年女王、うん、千年女王くくり姫だっていう人がいて、あの結局イザナギとイザナミのさらに母なる神なんじゃないかっていうふうにおっしゃる方がいて、あのそれは私どうかなと思ってたんだけど、だってもうすでにイザナギとイザナミ実体があの創造主っていう言われ方なんで、あれその先に神様あの、うん、お母さんいんのとか思ってちょっと違和感あったんですけど、でもあのお母さんの言葉だったら一言で全てがこう平らかになるっていうのを納得するかな、うん、くくり姫ってあのイザナギイザナミの兄弟心なんじゃないかっていう方も多いんですね、うん、あのなぜそんなたった一言でねイザナギが言うことを聞いたのかっていう謎が残っているので、うん、でもお兄弟というよりは神様の世界だから親兄弟っていうのが曖昧なのかもしれないですね、うん、結局ね。であと、うん、まあその新宿関係の人では、うんうん、まあ普通くくるっていうと日本語のくくるですね、うんうん、結ぶっていうんで、ね、まあその天の岩戸で結びっていうことを言ってますけど、うんうん、そのくぐるっていう言葉は水に潜ることもくぐるんですよ、うん、でそこでやっぱり水が関係してきてるんじゃないかっていうことを言う人もいます、うん、関係者の中で。でそれはね、あの漢字は聞くに理科の理って書いてくくりですね。でなんでその字を当てたのかちょっとよくわかんないんですよ。でも昔の日本語っていうのは実はその普通音が一つに漢字が一つという形で表されるのが昔なんですけど、そのくくりは聞くで2音でしょ。でそこはもうどっかで変わったんじゃないかっていうのが話ですよね。それと歴史学者の人で、こうくり姫がくくり姫じゃないかっていう話もしてる方もいらっしゃる。こうくり、そう、こうくりから来た一族が祀ったで、くくり姫、こうくり姫っていう話もされてますけど、まあそれはいろいろね、あれなんで、その僕はどれがどうだっていう話はできませんけど、昔のことはね、あんま実証できない部分ありますもんね。で少なくともさっき話してた水信仰に関しては、はい、間違いなく白さんは水信仰が昔からあったのはもうこれはもう間違いないっていう形です。あ、これそうです、あの こちらのおはぎ屋さんに来るとご神水が飲めます。これも地下からだいたい100年ぐらいかかって地上に出てくるんじゃないかっていうで、100年福寿超美味しいです。あの超クリアです。軟水なんですよ。超軟水なんだ、うん、でそれが良くて実は世界一のお酒ができた。あ、これね、菊姫ね、菊姫ね、うん、昨日飲んだのこれ美味しかった。剣の里って書いて鶴の里っていう名前なんですけど、これがインターナショナルワインチャレンジっていう、実はあのワインの部門、ウイスキーの部門とかいろいろあって、初めて日本酒部門があった時に実は世界一になった。
世界一になったの。世界一になった日本酒なんですこれ、でこれがこの剣の、ここは剣って言いますけど、うん、白山市剣のお酒なんです、うん、これね、うん、そうなんだ、日本一のお酒なんだ、くくり姫。菊姫っていうお酒なの。菊姫で、菊姫って呼ばれてるけど、菊姫の菊姫酒造で作った鶴の里っていうのが世界一になった銘柄な。なるほど、これね、菊姫鶴の里ね。そうで、それが世界一だって。100年伏流水、白山100年伏流水で仕込んだ。でその並びでいくと、そこにこちら実は白山の酒造って、はい、これはお醤油屋さんが地下160メートルから上げてる、やっぱり100年伏流水を使って作ってる醤油なんで、美味しい、美味しい お醤油、うん、でこの町には実はお酒も醤油もあと酢も、天然酢、酢はもう日本酒と同じ作り方なんで、だから醸造業は全部残ってますね。そのずっと平安時代ぐらいから多分日本人がだんだんお酒を作ったりとか醤油作ったりしてる、うん、そのベースがずっと残ってて、うん、今結構有名なメーカーが残ってますんで。でもそれはね、天然酢って本当なんかどうやって手に入れるのっていう、うん、全部ベースは白山の伏流水、うん、そうなんだ、うん、だから日本人のその発酵技術っていうところではこの町は全部残ってる、うん、でそれはやっぱり今言ってる元は水なんで。で実はね、こっちに来るとご飯が美味しいって皆さんおっしゃる、うん、すごい美味しい、何でも美味しい。僕も東京に13年ほどいたんで、うん、その水が美味しいっていうのは外に出ないと分かんない、うん、ここにいるとずっといると分かんないですけど、うん、炊くお米も、うん、お米は一緒でも、うん、実は炊く水が違うと全然味が違う、うん、そうだよね、うん、で料理ってみんなそうですよ、口に入るものは水が違うとやっぱり違うんですよ、うん、なんか失礼ですけどね、名古屋とか行くと僕ら味噌汁飲めない、大阪名古屋に、うん、たまに行って行くと、うん、もう匂いがする、うん、その水の匂い、うんうん、いくら味噌を使っても何しても水がやっぱり違うんで、でその点から行くとやっぱり石川は食が美味しいって言われますけど、やっぱりベースになって水がやっぱり違うんじゃないかなっていう、全然違う、それは思いますね、うん、あの水の良さは本当に、水の良さ、空気の良さ、うん、食べ物の美味しさって言っちゃうとすごい単純な感じなんですけど、でもそれが良かったら実はもう本当 そんなにいろんなものいらないんじゃないかっていう気分になりますね、うん、で実はお米も甘みが出たりとかするんで、うん、気候ももちろんそうなんですよ、うん、でね、もう一つちょっと話変わりますけど、うんうん、石川県で台風の被害ってほとんどないんですよ。なんでかわかります？なんで？白山がね、病分代わりになって守ってくれてるの？守ってくれてる。やばい。地元の人はみんな白山のおかげだっていう、うん。だから昔の人はそんな天気予報とかないでしょ。うん、だから被害がどんどんこっち近づいてきた時に、ここもやられると思って、みんな準備はするんだけど、うん、全く風が吹かずに終わるとかっていう、うん、ケースは。ずっと本当にいいとこなんだ、うん、でそれはね、もう白山がこう守ってくれてるっていう、今でも今の人がそう思ってるっていうことは、昔の人はもっと思ってましたよね、うん、っていう可能性。やばい、みんな石川に集まれ、うん、で実は住吉県第3位。あ、そうなんだ。第1位はどこなんですか？第1位は実は福井。あ、福井、今食べ物おいしいし、ね、富山、あ、福井、富山、石川、あれこの辺なんだ、全部全部あれじゃん、まあいろいろくくり姫が守ってるところじゃん、うん、まあまあそうだね。やばい、くくり姫やばし、地上の楽園ってこの辺りってこと？まああとね、実はこれもいろいろ説はありますけど、うんうん、さっき磁場って言葉ちょっとおっしゃいましたね、はいはい、磁場って実は金属類にも関係してくるんです、はいはい、水ももちろんですけど、うん、そうするとこの辺、うん、後から行く実は金剣夢っていう、はいはい、このじゃ実はあれ、うん、金剣夢ね、金の剣のお宮って書くんです、金剣夢、金の剣のお宮、うん、はい、でこの剣っていうのが実は今ここは鶴の里の時も言いましたけど、うん、鶴が来るで剣っていう字になってますけど、うんうん、江戸時代に実は字を変えたんですよ、もともとはこの剣っていう剣なんです。でなんで剣だっていうと、うん、
実は鉄集団が作った村じゃないかっていうのが僕らの実は鉄集団あのエジプト文明とか、はい、その紀元前3000年とかの頃、うん、鉄を制する者は世界を制すって言葉があるんですよ、うんうん、で日本人は、うん、日本人の先祖は、うん、鉄は作れなかった、うん、だから縄文時代に金属器はない、うん、で渡来してきて、うん青銅器が出てきたりとか、うん、鉄器が出てきたりとか、うん、で鉄集団ってねエリート集団なんですよ実は、うんうん、エリート集団で、うん、で一族にしか製法を伝えない、うん、しかも男しか伝えないっていう、うん、でその一族がどうも船で渡ってきて、うん、で作ったのがこの剣じゃないかっていうふうに僕らは勝手にいろいろ調べて考えてるんですけど、そうすると実はある有名なコンサート会社の会長さんが、はい、ここは地場がいいと、でなんで地場がいいかというと、姫神社からその金剣宮までにかけてが地場がいいんですって言うんですよ、今日も行くんですよね、姫神社から金剣宮、やばい、とかそういう話をしてますけど、やばすぎる、その元は実は鉄の可能性はある、で僕は子供の頃、うん、ここの谷川とか行くと、はい、磁石持っていくと鉄がいっぱい取れる。へえ。藤原氏ってなんで富士って書くか知ってます？知らないです。富士は富士の鶴で籠を編んで、はい、で砂鉄を取ったっていう風に言われてる。へえ。あの白山の山もさっきね辻さんに聞いたんですけど、野生の富士ですよね。そうそうそう、いっぱい生えてるんですよね今ね。結構あのお山がところどころ富士色になっててね、すごい綺麗なんですよね、うん、でそのどうも、うん、一方でいろいろあります、仏教が入ってきたりとかいろいろしますよね、うんうんうん、でその一方で裏ではその鉄とかですね、うんうん、金とかって、うんうん、で実は白山の曼荼羅があるんですよ。え、何？白山曼荼羅すごい知りたいんだけど、うん、結界から先のところの山の説明をするときに使う曼荼羅、でその中にも実は鍛冶屋とかですね、そういう言葉が残ってる。何、今その白山曼荼羅辻さん言ってくれたりするの？曼荼羅もここで言ってもいいよ今。え、いや、あの曼荼羅ダメなんだよね、秘密なんだよね。今日行く、いや秘密っていうよりも曼荼羅を解説する人もいますよ。あ、そうなんだ、うん、で一応僕らはその言うのは、うん、ちょうどその手取川の源流が2つにこう分かれてるところがあるんです、はい、今日通りますけど、はい、でそこから先が実は神域になるんです。で神域、神の域と書いて神域ですね。川を渡るとさっきの結界と一緒で、はい、その中がいわゆる神域になる。だから女性は入れなかったりとか昔は。昔はね、うん、でなんで女性が入っちゃいけないと思います？わかんないです。わかんないですよね、はい、無人禁制ってなんで、じゃあ相撲の土俵に未だに女性を入れないのもなんでか、うん、じゃあ相撲の行事がなんであんな格好してる、うん、おみこし家族烏帽子はめて、うん、白装束の、うん、あれは鍛冶屋の格好ですよ。なるほど。鍛冶屋行事、そうなんだ、おみこし全部一緒、でああいう衣装も昔から何かがあって一緒なんですよ、うん、元はだってあんな格好をずっとしてるわけですから、うん、なんか理由がない限りあの格好にはならない、うん、で今行事はね色とりどりのすごい立派なもの着てますけど、昔行事ってやっぱり多分種類相続だった、うん、で神社には結構土俵残ってますよね。で白山の中でも相撲をやったっていうことは、うん、で実はこれはもう全く試験なんで、はい、あの今しか言いですよ、試験どんどん言ってください、試験面白いですよ実は、はい、修験者高い山に登る、はい、わざわざ命がけで何で行くかっていうと、はい、もちろん精神修行、はい、自分の信仰のために行くっていう、はい、で洞窟にこもって、はいずっと何十日ってこもる、はい、それが修行だっていうふうに言われてますよね、はい、でもね裏尾にもう一を実はいろいろ言ってる人がいて、はい、鉄金を見つけに行ってたんじゃないか。あるかも。そのためについてくるなと、うん、一般の人には見られないように実は曼荼羅にそういう鍛冶屋神社、嫌だな、なんか文字通りパワースポットじゃない、うん、力を手に入れるために行く場所みたいな、うん、
すごい。でもちろん金を見つけると、うん、江戸時代もそうですけど、うん、隠し金山って言葉あるでしょ、うん、幕府に見つかると、うん、全部取り上げられるんで、うん、自分のところだけで、で加賀藩も前田さんもそうなんですよ、うん、隠し金山持ってた、で金見つかったって幕府に言うと全部取り上げられるんで、うんうんうん、こっそりと洞窟を掘ってやっぱり、でその時に見つかったとしても技術がないと金にできない、鉄にできないんですよ。でさっき言ってた3000年ぐらい前に鉄を制するものは世界を制すって言葉は、結局鉄作り集団がエリート集団で、その一族がいないと武器ができない、あと装飾用具ができない、採取する時のいろいろ、例えば銅鐸とかですね、ああいったものもできない、で身分を誇示するその剣とかですね、剣とかそういうのもできない、だからすごい集団だったんです。でその集団が多分ペルシャ湾とかどっかあの辺からずっとインドを通って渡って朝鮮半島から日本に入ってきたっていうのが、だから世界遺産になった平泉行ったことあります？ないです。金色堂ってなんで金一色でなってる、で、あの一族も実は4代続いた一族は日本を非常に動かすぐらいの力を持ってた、あれもね実は鉄に絡んでる可能性もある。あ、じゃあ金とか鉄なんだ、まさに錬金術の話じゃないですか。そうそうそう、それってそう、スピリチュアルでもよく言われる。あ、それで石川金箔がお土産なの？それはまた どうか別なの、ちょっと分かんないけど。いや、私昨日金箔入りのカクテル飲みましたよ。 99.9% 石川なんです、金が。やっぱ、食べ物美味しいわ、金は持ってるわ、うん、石川はちょっとやばいんじゃないですか。で信長も秀吉もみんな白山を信仰してたっていうことが、はい、 ね、うん、あって、歴代武将もみんな信仰はしてる、はい、で義経も寄ったことになってるし、でそういうことを考えても何人かやっぱあるんです。ありますよね、確実に。で平泉1回行かれると、はい、金色堂のすぐ斜め前というか、はい、近くに白山神社あります、はい、境内の中に。平泉は場所的にはどちらになるんですか？岩手県。岩手なんだ、うん、一ノ関のもうちょっと先ですけど、そこに白山神社って全国にありますもんね。でも今でも平泉寺でしょ、はい、天台宗のお寺なんですよ、あそこは。あ、そうなんですか。天台宗、比叡山の傘下に入ってる天台宗の筆頭が東方っていうの、はい、でそこに未だに境内の中に白山神社あるんです、はい、で明治政府が神仏分離令を出して、神と仏様を分けなさいということを出したにもかかわらず、境内の中に今でも神社がある、それも不思議だと思いません？思います。私は思うんです。だってお寺の中に神社があったり、神社の中にお寺があったり、うん、でもパワースポットって言われている神社の近くって大きいお寺もあるんですよ、必ず。だから結局は同じなんじゃないかなって。昔は一緒ですよ、ね、そうですよね、うん、だから今日実はあのお昼に行くところに、はい、白山の山頂にあった十一面観音、はい、あと阿弥陀如来、はい、あと小観音っていう、はい、この3つ山頂に、はい、白山っていうのは3つの峰から総称して白山なんですよ、はい、一番高いのが御前川峰 2702m、うん、で加賀の白山といわれる大南寺、うん、で越前の白山といわれる別山と、うん、この3つの峰で、うん、で十一面観音、うん、阿弥陀如来、小観音、これは平安時代から祀られてる。明治政府は日本は天皇制に戻ったんで、神様の国として仏像は全部壊しなさいっていう命令。ああ、そうなんだ。それで境内の中からお寺を出したりとか、逆にお寺の中から神社を出したりとかってした時代が明治の初めなんです。だから石川県はね、はい、なぜかって、これは後からツアーで話しますけど、はい、今も話しました。山頂にあった仏像を実は、はいはい、あの綺麗に下ろして今臨済寺っていう教育お寺のところにちゃんと仏像全部隠してるの。いや、今あの拝観できるようになってますけど、その神仏分離令の時に、はい、実は福井県側、岐阜県側はほとんど仏像を壊しちゃって、はい、壊したりとか捨てたりとかしたんですけど、はい、石川県だけは綺麗に残ってちゃんと、これは来てもらわないとダメですね。あと実はですね、うん、あの私
私昨日からあの石川入りしておりまして、石川県 の、 あの ER カフェっていう広くて綺麗なカフェでですね、あのスピリチュアルイベントに参加させていただいたんですね。で石川のお客様と一緒にあの楽しく過ごさせていただいたんですけれども、あの日にちが変わって今日はですね朝の4時起きしまして、こちらの白山のふもとのおはぎ屋さんでスピリチュアルテレビの生放送と、このあと辻さんにとあのマチさんですね、石川のマチさんにガイドしていただいて、あの白山くくり姫ツアーということで、あの今日は17人で、あのまさにあの世間の人が知らないおすすめのパワースポットを辻さんがガイドしてくれながら、あのまさに白山のふもとにいらっしゃる辻さんがガイドしてくれながらって超贅沢なツアーなんですけど、あのこれですね、あのマチさんの方がですね、あの7月8月にまたあのぜひあの案内してくれるって言ってますので、希望の方はぜひその時をあのお見逃しなく。これあれですよね、普通のツアー会社とかがやるようなものでは全くなくて、ね、あの本当にすごいパワースポットだけを、うん、本当に人の知らないところを、もう秘境ですよね、秘境、まあ、人の知らないところも、ねね、知っているところも、うん、その阿弥陀如来とか十一面観音はくくり姫様が十一面観音になったとか、そういう伝説もあるんですね、まあ多分そうだろうと思います。白山信仰の、ね、はい、一番の十一面観音なんです、はい、で信長も前田利家も、はい、実はあのよく戦いに出ていくと、はい、お寿司さんを持っているんですけど、はい、寿司の中のそこは十一面観音だった、はい、だから信長も十一面観音は信仰する、あの無神論者だって言われる信長ですけど、うん、実は信長は無神論者じゃないんですよ、うんうんうん、なんでかっていうと福井県に織田鶴木神社ってありますよ、はい、で信長の先祖が神主だったっていうのはもう分かってる、はい、信長のさらに先祖なんですか。そう、先祖の織田家の元はその福井の織田から出てきた、はい、でそこの福井の二宮になりますけど、はい、その織田鶴木神社、はい、また鶴木が出てきますけど、はい、織田鶴木神社の神主だったんで、はい、実はあの神道は非常に信長は信仰してた、はい、辻さん何でも知ってるね、何者仏教は排除しました、自分の敵は。あ、なるほど、ね、だから比叡山を焼き討ちし、うんうん、で浄土真宗一個一揆を全部壊滅させたっていう、うん、だから自分の邪魔になるものは仏教に関しては全部徹底的にやりましたけど、うん、神道に関しては実はそうなんです、うん、だから自分の守り神として十一面観音を持ってた。で十一面観音イコール実は白山、うん、くくり姫で、ね、そうで信長も前田利家も出身地から白山は多分見えただろうっていう風に言われてます、うん、で白山はね、つれづれ草の中とか、はい、まあ、万葉集ももちろんそうですし、はい、歌も結構読まれてますけど、はい、つれづれの中にはですね、はい、その京都で雪が降った時に庭に雪を集めて白い山を作って、それが雪が溶けないようにと願ったと、白山の神に願ったっていう記述が出てくるんですよ。でそれくらいやっぱり昔のその平安時代ぐらいの時でも白山はもちろん信仰はされてます。富士山と一緒ですけど、でそういった意味で白山っていうのは非常にその今測量すればその2702メートル、さっき言いましたけど立山と背比べして、はい、問いを渡して水がどっちに流れるかで、うん、でわらじをこう積んでったと、うんうん、で積んで高さをこう上げてた、はい、登る人が日本一だっていうんで、でその時にわらじを置いてくるっていう、はい、あの登るとっていう、はい、そういうのもありますけど、うん、わらじのね伝説ね、そうそうそう、うん、で富士山と立山と白山がこう高さを争ったっていうね、でその話も昔はそういう測量技術がないんで、はい、どこが一番高いかっていうときに分かんないですもんね。実はねそれを例えば白山を広めた人っていうのは太政大師っていう、はい、この人も本当にちゃんといたかどうか、はい、歴史上存在したかどうかは未だに疑問なんですけど、おうおうおう、その立派なお坊さん、はい、立派なその大師って言われる人が、はい、いる山というか開いた山は、階段した山は、はい、その人の立派さで
日本一になるっていう、そういう、だからたくさんはこんなところで、こんなに素晴らしいところで、実はあの今日行く臨済寺のところに後輪が見える写真が残ってます。それも今日後輪ってオーラみたいなもんですか。あの仏像の後ろにこう輪輪がありますよね。いわゆる日本式のオーラですよね。そうそうそう、あの五光が差したみたいな降臨ですもんね。よくキリスト教でマリアさんが、あの教会の、ね、ステンドグラスにとかなんとかって話あります、あれと一緒で、山に登った時に、実は降臨が見える時があるんですよ、でそれは光の屈折でブロッケン現象って言いまして、もう科学的に説明されてるんだけど、平安時代の人は登って朝日が差してきた時に、後ろに降臨が見えると、もう神が出てきたとしか思いようがない。で、これはもう奇跡が起こったっていうことで、白山に登ると神様が現れると。実は自分の影が映ってなってるんですけど、そういう理由は どうでもいいんですよ。その人たちにとっては、もう山に登って御来光を見た時に、自分のその前に降臨が見えて神様が降りてきてくれたという話が残っている。で、夢のない話で学者はそれをそうやって解説しますよね。あの福山雅治のガリレオじゃないですけど、ああいう感じでこの現象にはこういうのがってありますけど、昔の人はそんなことはどうでもいいんで、2702m に登って神様に会って帰ってきたとか、で修行を積んできたとかって、そういうのが大事な話。そうなんですよね。まあ、スピリチュアルな人たちもそうですよね。結局 ある程度科学的に証明したいっていう気持ちと、証明はつかないけれども明らかに何か気持ちが変わったとか、何かあの現象が起きたと、そこを、ね、求めて、そうそうそうこちらですね。本当はちょっとパソコンが見てあると見やすいんですが、すいません、ですね、ここまで録画放送があったので放送できたんですけど、このあとねもうビデオね多分電池がなくなっちゃって止まっちゃったんですね。申し訳ありません。ということで先週放送した内容が録画できなかったので、それを撮っていたビデオから再放送したものです。はい、今日はねここまでになります。またね、またこう機会がありましたらね、白山の方からですね、お送りしたいと思うんですけど、白山の祖父元の方からお送りしたいと思うんですけどね、まあ、日本全国行きますし、世界全国から放送しているのがこのテレビですのでね、また機会ありましたらやってみたいと思います。それではまた、見ていただければと思います。それではさようなら。チャットがここに出るので。